海宮勝人です。今日もうちにゲストとして来てもらいました。その少年野球の話したんだけど、はい、それこそ岡山県だけじゃなくて部活、うん、学校での部活、はい、これも当然知られて、はい、で中学生の部活って、はい、うち硬式野球、僕は中学校の軟式野球出身です。それは軟式野球、軟式ですよね、はい、部活よね。部活です、はい、部活って昔どれぐらい練習できたの？部活はもう毎日ですね。毎日、放課後、だいたい6時ぐらい、6時までやってたかな、まあ、であとは残ってやったりとか、うん、そんな感じですね。で土日は試合みたいな感じですね、うん、そうやろ、はい、我々が中学の時はそれぐらい自由度がまだ、あ、確かに世間が寛容や、はい、でそれでいろいろ問題起こってしまったからこそ、うん、まあ、学校も管理、はい、管理教育になってきて、うん、先生が見てないところは絶対練習してあかんとか、はいはい、それこそあの勤務労働時間とかの問題で週2日は休み入れなさいとか、はい、それは国の通達としてもう学校の部活では来てて、はい、まあ、これ当然高校野球でもそうなんだけど、うん、だからこそあのその軟式の部活で、はい、もう当然これから上手くなっていきたいってこう欲のある子が、いや、この時間の制限、うん、でもその時間制限の中でどうやったらって考えれる力をつけるのも大事なんだけど、もう一個行きたいっていうのをやっぱりなかなか実現できへんような状態になっている。それにすることによって育つ能力もあるんやで、はい、当然ないんだけど、もうちょっとやりたいっていう子らの受け皿にやりたいし、はい、それこそ少ない短い時間で成果を出すためには、先の話に戻るけど体の状態、はい、よくしとかない、よくしといたら短い時間でも上手くなれる、はい、ことができる、そういうあの体の身体能力アップであったり、はい、野球のパフォーマンスアップするためのプラットフォーム、はい、おー、場所、場所、はい、トレーニングする場所、はい、そこではあんまりノックとか、はい、野球の普通のチームをやってるような練習はしなくて、はい、とにかく野球に関連する動作が上手くなる、はい、それとか野球に関連する動作だけじゃなくて、うん、そもそも自分の体を上手に、うん、しかも強く動かせるような体作りをメインでやって、うん、でまあ、それを調整するためにキャッチボールとか、はい、ティーとかはできるような、軽くできるような、そうでもあくまでもメインはトレーニング、はい、しかもそこにあの理論的なこともそうやし、はい、当然実践もするし、はい、なぜこれをするのかというのを考えながら伝えながらやっていくことによって、それは継続してやれたら、はい、もう自立した選手になるわけだ。うーん、誰にも何にも言われなくても自分はこう行きたいからこれを今やって、はい、トレーニングプログラムとか全部自分で組めて、はい、その状態で高校野球行けたら、うん、もうそうですね、素晴らしい。なんか僕も高校生とかその中学生とか指導する場面がたまにこうあった時があって、うん、中学生とか高校生とかを指導する時があって、うん、その時に、これできるっていう動作が何ですかそれみたいな、うん、いうことが結構あって、うん、それも知らんねやっていうことが結構驚かされることが多くて、うん、今の時代を生きている子なのにこんなことも知らないのかっていうことが結構あるんで、うん、例えばウェイトトレーニングの時の、うん、まあ、アームカールであったり、このアームカールっていう言葉がわからないっていうのが、うん、びっくりして、うん、でもう知ってるもんやって思ってたら、うん、アームカールって何ですかって、うん、そこからかっていうことが結構、うん、びっくりしたことがあったんで、うん、だから本当に自立できるようになれるようにするっていうのはめっちゃ大事やなって思いましたね、うんうん、その通りで、そこにやっぱりこと選手育成ってなった時にそこに課題がある、はい、うーん、選手育成、うん、選手自身に、はい、そういう課題があるそうですね。でもそれはやっぱり違
近くにいてる大人がやっぱりバットの振り方とか投げ方とかは教えるんやけど、でその肩を教えて肩にはめてその子の身体の自由度を損なう。当然それで成功する子もハマったらいいんやけど、そうですね、体の動きって自分が自分に合ってる、自分が気持ちいい、自分が高いパフォーマンスさせるっていうのを自分の体と対話しながら生み出していくものやに、結構早めにあのこのトップに、はい、もっと弾けるのに、はい、動き出せるのに、そこの可動制限、形を決めるからそこでかかってしまったりして、あの飛距離を失うとかもやっぱり結構多い。だから本当にあの小学生とかの場合はとにかく自分ができる一番大きな動きをできるようにするっていうのがまず一番最初にやらなあかんことで、その後無駄をカットしていくっていう作業をしながら、より良いものをやるためにいろんな動作を経験するっていう、それはまあいわば今までは何て言うかな、子供たちの遊びの場、はい、公園とかがあって、はいはい、サッカーもできたし野球もできたし遊べたし、そうですね、あってんねんと、アスレチック登ったりとか、そうあっていろんな動作を経験する場があったんやけど、はい、今はそれこそ大人の都合なのか、ありとあらゆるところでそこ の遊び方の制限がかけられて、はい、ブランコとかでないやん、公園に。あないこと ないですか。違う、なくなっていった。あ、ここでブランコ減ってきてますよね、かなり学校でブランコで事故が起こったらすぐブランコロープ貼って使うみたいな、怪我したらええねん、怪我したらあかんけど、でもいや、ね、分かります、気持ちすっごい分かります。僕自分の息子とかやったらもうあの、まあ、大怪我にならないんやったら、うん、やっぱり痛みっていうのもすごい必要だと思うので、うん、痛かったから今度は自分で気をつけよう、うん、だからもう手取り足取り階段降りる登るにしても、うん、あの転げ落ちて一番高いところから一番下まで落ちたらそれは危ないんですけど、うん、あと1段2段はもう手を離して歩かすっていうことは僕もこの生まれた時からずっとやってるんですよ、うん、でもそれは本当にあの成長していく中でも、うん、やっぱりどっかからは手を離してある、うん、ここまでは手をつないであげるけどもここから先はちょっと手を離してやらせてみたる、うん、見てあげるっていうのはすごい大事ですよね、うん、その環境を奪っていくでしょ、うん、減ってきてますよ、減らしすぎですよね、うん、で学校なんかで言うと、はい、先生がみたいなところでそれやったらあかんねん、部活とか朝練習先生見てなかったらやったらあかんねん、へえ、だって保護者に怪我した時どうするんですかって言われて終わりやん、先生。あ、怪我したのは自分のせいやん、そういう覚悟でやってきたやん俺ら。そうっすね、せちがらいですね、うちら の,、はい、あの 親世代もそんなん怪我したら自分のせいやんか、うん、今でも多分そういう親が大部分なんやけど、まあまあ、ね、やっぱり公立の先生とかやってきたら公務員で、はい、なんでそういうリスクをこう回避しよう回避しようっていう考え方、これも分かる、うん、でもそれがやっぱりあの学校教育で子供を守らなあかんっていう考え方、はい、子供を守らなあかんっていう考え方が逆に子供たちの成長を止めてる、管理教育まさに、うん、でももうその管理教育の流れは、はい、止めれない、止めれないんですか、止めれないと思う、この流れ。だって子供が少なくなってきて希少価値どんどん高まってくるから、教育を手厚くとか、かわいいかわいい、手厚く手厚くって、やっぱりそれは人間の本能で、少ないものってやっぱ価値高いから大事に、そうですよね、そういう価値社会の流れになるから、はい、うん、だからもう管理の中でもう個々の最高、それを感じる、肩にははめない、全員覚醒させるみたいな授業、